営業だけじゃなく、人が生きていく上で大きな重要なポイントですよね。ビジネスでもプライベートでも人のつながりを大事にしている人は良い評判の人間が多いので、質問をしてくれた方にはそんな風な営業マン、人間になってほしいですね。あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、ならしけんけんです。本日もけんけん TV やっていきたいと思います。今日もインスタグラム質問コーナーやフォームからの質問のアンサー動画です。今日はビジネス寄りの内容になりますが、できるだけ多くの人にも役に立つように解説をしていきたいと思います。もともとこのチャンネルは皆様のお悩み相談的な用途で始めたチャンネルですので、これが最も正しい形になります。恋愛や結婚の女性からの質問が最も多く、次は占いや霊、オカルト、さらにその次は名前や生命判断についてですかね。その後はまばらではありますが、今日はビジネス、しかも営業です。これは営業マン以外の方にもぜひご視聴願いたい動画なんです。というのも、できる営業マンは大体人間関係を作るのもうまく、恋愛も良い方向にコントロールできる方が多いからです。今日は科学研究をもとに、できる営業職のためのノウハウ、テクニックを紹介していきましょう。当チャンネルは規約違反、プライバシー侵害などの動画はアップできません。最新情報は Twitter にて、無料の人生相談は週1の Instagram ストーリーでやっています。動画で紹介した詐欺や詐欺師、霊感商法はけんけん TV 公式サイト気づこう会、感想学を学びたい人は感想学のすすめ、令和最新のデータに基づく生命判断は生命判断あやをご使用ください。各サイト SNS ご視聴フォローしていただけますと幸いです。実は最近では一般に言われているような有名な営業テクニックを多用するとかえって成績を落とすことが報告されているみたいなんです。もはや何が正しいのか分かりませんが、僕はいつも言うように、何でもかんでも鵜呑みにはしない。 A さんに会う方法だからといって B さんに会うわけではないという点から、いろいろな方法があってもいいし、知っておくのは大事なこと、その中から自分ができそうなもの、自分にマッチするものを選ぶのが一番良いと考えますので、今日は一応役に立つと思われる情報を科学論文などから引用していきます。来ていたコメントを軽く読みますと、営業成績が悪いのですが原因が分かりません。明らかに同僚よりも読書していますし、休日を使ってビジネスセミナーなどにも出席して勉強しているホールだと思います。なのに現場では思ったような結果が出せません。自分のどこが悪いのか教えてもらえると助かります。けんけん先生の回答が頼りです、と来ていました。がっつり寄りかかられると厳しいですが、僕の答えられる限りでアンサーしていきます。ご参考になれば。それでは本日の項目です。項目1、セールステクニックを使うほど営業成績が良くない。項目2、単純接触効果。項目3、衣服の色。項目4、できる営業マンとは、の4項目でいきましょう。よろしくお願いします。ではまず項目1、セールステクニックを使うほど営業成績が良くないです。まさに前述した通り、質問者さんの話していた内容がこれでしょう。読書をしてセミナーにも行き、努力をしているが結果として返ってこないという悩み事です。実は今回の質問者さんのような悩みは少なくないんです。ビジネス書や営業テクニックについての本もたくさん出版されていますし、ネット上でもブログ、ノート、情報商材、そういったインフォメーションは溢れ返っていますから、昔に比べると簡単に使えそうなネタが楽々拾える時代なんですが、残念なことにそこに落とし穴があります。セールステクニックを使うほど営業成績が良くないという研究結果が、これはアメリカのイーストキャロライナ大学のレイロ・クラストンが流通業、製造業などの242名の営業マン、平均年齢44歳について調べた研究でして、結果から申し上げますと、一般に知られるようなセールステクニック、イエスバット法やブーメラン語法などを使っている人ほど実際の営業成績が良くないことが分かりました。ちなみにイエスバット法とは、ええなるほどと相手の反論を一旦受け入れてから、しかしと切り返すテクニックです。もう一つのブーメラン法とは、相手の反論をそのまま採用して切り返す方法です。例を挙げますと、高いと言われますが、その高い価格こそが高品質を保証するものなのです、というやり方です。どこかで聞いたことはないでしょうか。一見すると便利なテクニックにも見えるんですが、小手先というか技巧的な対話になりがちなためか、これを使用していると成果を出せずダメ営業マンになってしまうようです。効率化や合理化といったスマートなやり方から一度離れて、泥臭い、ある意味では古い営業スタイルの方が結果に結びつく可能性もあるわけです。例えばスルーされても断られても何度でも足を運んで、なんとか相手との接触を積み重ねていくという足で稼ぐ方法があります。まさに昭和スタイルの営業のやり方ですが、コロナの影響でなかなか直接会うことが難しい事情があるかもしれませんが、自分と相手との接点をオンラインでも良いので少しでも多く持てるような工夫は有効でしょう。この流れで次の項目に行きましょう。項目2、単純接触効果です。ザイアンスの法則、ザイアンスの単純接触効果とも言います。1968年、アメリカの心理学者ロバート・ザイアンスが発表したものに単純接触効果というのがあります。
これは人が何らかの刺激、対象に繰り返し接すると好意度や印象が高まるという効果です。初めのうちは興味がなかったものも何度も見たり聞いたりすると次第に良い感情が起こるようになってくるという効果。例えばよく会う人、何度も聞いている音楽は好きになっていきます。これは見たり聞いたりすることで作られる潜在意識が印象評価に誤って帰属されるという知的的流暢性を帰属説で説明されています。また潜在学習や概念形成といった働きも関わっているとされています。これは図形や漢字、衣服、味や匂いなどいろいろなものに対して起こります。広告の効果も単純接触効果によるところが大きく、 CM での露出が多いほど単純接触効果が起きて良い商品だと思ったり欲しくなったりします。ベルギーにあるルーベンカトリック大学のオ・コーネルによる研究を話します。顔を記憶する実験ですという説明で、被験者には40枚の顔写真を記憶してもらいます。その後別の実験ということで80枚の顔写真を見せます。ただしそのうちの半数40枚はすでに見せていた顔写真が含まれています。つまり被験者に見せられた顔写真は一度だけ提示されたものと二度見せられたものがあったことになります。そうしておいて80枚の顔写真についての評価を行ってもらいました。例えば親しみやすさや顔の魅力について質問しているんですが、一度だけ見た顔写真よりも二度見たことのある顔の方をより親しみやすくて魅力的と回答する傾向が見られたんです。会うほどに親しみや好感が増すという経験は実際誰にでもあるのではないでしょうか。そして接触するとき、つまり対面するときにはできるだけ良い印象を与えたいものです。これは営業だけでなく友情を深めたい、あの女の子と付き合いたいといった時にも応用できるんで、単純接触効果はかなり有効的な手法であると言えますのでよく覚えておきましょう。それでは次の項目です。項目3、衣服の色です。単純接触効果を覚えたからといってただ闇雲に合うのではまだまだ非効率です。どうせならもう一手ぐらいは載せておきたいじゃないですか。そこでです。あなたの着る衣服の色に注目した研究をここで紹介させてください。絶対に服は着た状態で人間は会いますからね。筋肉マンの世界でもないとみんな裸で外を歩きません。ちなみにこれもアメリカの大学での研究になります。ノースダコラ州立大学のブライアン・メイヤーの研究です。なぜいい男は白いシャツを着るのかというタイトルの論文がサイコロジカルサイエンスという雑誌で発表されています。発表したメイヤーの主張によれば、いい男が白シャツを着るのではなく白いシャツを着ていれば誰でもいい男に見えるというんです。余談ですが、いい男に見えればハロー効果も合わせて期待できるわけです。やったで父ちゃんとリプレイを4ゲーム連続で揃えた時のように星ヒューマも叫んでくれます。一般に白という色に対して私たちはポジティブな印象を持っています。清潔、清純、誠実、正義、純粋、新鮮、善良、神聖などのイメージです。そのため白いシャツを着ているというだけでも白色に対するイメージと人物像が結びついて人柄も良さそうという連想を生むようです。ちなみにメイヤーによれば、黒を身につけているとネガティブな印象を与えてしまうそうです。一般的に黒色に対するイメージが腹黒さ、隠す、暗いといったものであれば、黒色を着ている人に対しても自動的に同じような印象を抱きやすいということです。僕も今から全身を白色に変えた方がいいでしょうか。ノンスタイルの石田くんのように。まあそれは冗談として、日本人にとっては白だけでなく青も好ましい印象を与える色だというのが分かっています。なので白シャツだけでなく青の洋服や白と青のストライプなども印象アップにつながるでしょう。これは男性に限らず、おそらく女性にも当てはまる研究結果じゃないかなと思います。研究結果はこの辺でいいとして、次の項目では僕が今までにあった俗に言うできる営業マンと呼ばれていた人物について語っていきます。次の項目です。項目4、できる営業マンとはです。さて、できる営業マンというワードを聞いて皆さんはどんな印象を受けますでしょうか。かっこいいとか会ってみたいというような感覚ですかね。実は僕はこのワードだけを聞くとそんな感想は持ちません。僕の人生では数多のできる営業マンという肩書きを持った人間に相当数会いました。あの人はめちゃくちゃすごい営業マンなんだよという紹介で会わされるわけです。でもそうですね、そう評価されている人の8、9割はほぼほぼろくでもない人だったんです。もちろん素晴らしい人間もごく一部でしたがいました。そんな人とは今も交流があります。ですが、できる営業マンというのは結構トラブルメーカーである、詐欺まがいの手法をやっている、お客さんが損をするのを分かっていて商品を売っているので常に訴訟問題を抱えている、こんな人たちばっかりでした。営業マンで多いのが保険とか金融です。あとはそうですね、マルチまがいの商品ですかね。これは営業マンというかネットワーカーも兼任しているんでしょう。昭和の時代みたいに羽毛布団を売ってたり消火器を売っている人はさすがに最近は見かけなくなりましたね。そう呼ばれる人たちの特徴は、第一印象はすこぶるよく爽やかです。頭も悪くなく優秀です。
こちらに警戒心があるのは分かっているので、商品などを会う数回で進めてくる人物はいません。できる営業マンは人心把握に長けています。彼らのようなダメな方、関わってはいけない方のできる営業マンが狙うのは一発ドボンです。言い方を変えれば一本釣り商法とも言えます。できるだけターゲットと距離を縮めて仲良くなり、営業マンと客ではなく友達関係を築きます。そして完全に信用を得たところにかなり高額の商品を売り込んで騙します。このケースがかなり多く、それまで毎日のように会って仲良くしていた人物を騙し、そして疎遠になるという焼き旗をやっているスーパー営業マンは数多いです。営業マンとは名ばかりで、その被害に遭った人たちからは詐欺師というニックネームで呼ばれ続けます。こちら側の営業マンには相談者の方にはなってほしくないんです。人を騙しているだけです。確かにその時は高い商品を売っていい歩合をもらい、お金の面は潤うかもしれませんし、オフィスでも褒められるでしょう。僕が会ってきた彼らも〇〇保険で日本で一番売っている、最高の営業マンに配られるバッジをつけているとかほざきますが、突き詰めればただの詐欺師です。ここで要注意な事項があるんですが、僕の知り合いや相談者さんもそういった大会社の営業マンに騙される人がいましたが、裁判ではほとんど勝てませんでした。大会社ゆえその辺の裁判にはめっぽう強く、みんな泣き寝入りしました。ので大会社の看板を盾にしているできる営業マンには今後気をつけてください。さて、では相談者さんにはどういった営業マンになってほしいのかといえば、長くお客さんとの関係が続く営業マンです。前述しました詐欺師まがいの人たちは騙した時点で人間関係が終わります。繰り返し言いますが、焼き畑営業ですので、どんどん新規契約を取り、前のお客さんとの関係がなくなると蓄積するものがありません。しかしながら、本当にお客さんに喜ばれる側のできる営業マンとは、お客さんとの関係が非常に長く続いている人のことを言います。一発ドボン系ではなく、お客さん側の立場に立ってお客さんが喜ぶ商品を勧められる人間です。無論営業マンサイド、お客さんサイドが喜ぶものを売っていればドボンと違い、一つ売って死ぬほど歩合がもらえるものなどなかなかありません。売る商品にもよりますが、まともなものをまともな方法で正規の値段で売っていると知れています。しかし、そういったことを繰り返し、人と人とのつながりを大事にしていると、爆発的な利益は上がりませんが、人の信用が仕事を続ければ続けるほど、蓄積ボーナスとして溜まっていきます。何かが必要になった時に、どうせならあの子のところで買ってあげようと、お客さんに得をさせていれば、良いお客さんたちは残っていってくれます。真面目なスタイルは、ボディーブローのようにじわじわと効き目が出てきます。それがあるから幕の内一歩もウォーリー戦で勝利できたわけですからね。なので、このスタイルは一発の爆発力はないかもしれませんが、仕事時間が長くなればなるほど有利ですし、お客さんに恨まれませんので高評価も受けれます。僕からするとこのタイプのできる営業マンになってほしいと願っています。前述しました詐欺営業マンは時代が進むにつれきつくなっていきます。これは本当の話で、 SNS などの進歩により、僕が知っている有名詐欺師営業マンもフルネームでググってみると結構名前が出てきます。言うまでもなく、〇〇に騙された、〇〇にこんな風にやられたときっちり手法までご丁寧に書いてくれています。保険の営業マンなんですが、関西地方ではそこそこ有名で、同じ保険業界の人に話したら、知ってる知ってる、有名だもんねと大体返ってきます。つまりはそこまで名前が知れてるってことは、どんどん商売がやりにくくなっているはずです。結果、この部分も一番初めらへんに語りました。お手先のテクニックではなく、営業というのは人と人とのつながりが大事になってくるというところに集約されていると考えられます。営業だけじゃなく、人が生きていく上で大きな重要なポイントですよね。ビジネスでもプライベートでも、人のつながりを大事にしている人は良い評判の人間が多いので、質問をしてくれた方にはそんな風な営業マン、人間になってほしいですね。というわけで、本日はできる営業マンについて語ってみました。本日のテーマのような話から、人生相談でも、感想学やオカルト系、占いの裏側まで、どのようなことでも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。気づこう会にて詐欺師や霊感商法をやっている悪人の情報を随時募集しております。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いします。当チャンネル占い師ケンケン TV でトラストリテラシーを高めて、一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。